皆さん、こんにちは。こんにちは。響の所属声優が YouTube でお送りしている響スタイル。今日の担当は佐々木美恋と、どうもひかると、立石凛です。はい、よろしくお願いします。お願いします。新鮮な3人です。ねえ、レアですよ。ねえ、トナピーと私はもうなんか、最近響スタイルといえばなんか、ずっと2人でなんか、ねえ、よくお会いしますね。ねえ、本当だよね。今回はなんと、コラボ企画なんですよ。おということは、そう、うん、今回も、はい、酒造さんとのコラボ第2弾ということで、前回もね、うん、あの動画でコラボさせていただきました、うん、創業200年以上の伝統を持つ新潟県の酒造市島酒造さんが、うん、なんと名前が変わりまして大門酒造さんという名前になりまして、うん、大門酒造さんとの今回コラボ企画となっております。そして、うん、今回やっていくのはですね、はい、なんと、うん、私佐々木美恋とトノピーのコラボの日本酒セットが制作決定しました。すごい、こんなことあるんですね。いやずっと私はやりたいと思っていた、うん、念願ですか。念願です。なので今日はね、たくさん、大門酒造さんのねお酒ご用意していただいたんですけど、うん、この日本酒の中から、はい、試飲していって、うん、私たちが好みの日本酒を1本ずつ選んで、うんうん、でオリジナルパッケージで販売させていただくことになりました。すごい、すごいよ。すごいですよ。すごい。なんかあのずらっと並んでる中にはまだ世に放たれていないものがあるとのらしいよ。響スタイルで、りんちゃんがですね、うん、なんと、うん、りんちゃんが去年の7月で20歳になった。そうなんです。うわー、おめでたい。まあ、新成人さんか。だからそうです。成人式した。はい、1月行ってきました。あら、おめでたいね。そうか、日本酒は初挑戦。飲んだことないですらしいので、はい、そんなりんちゃんと一緒にちょっとテイスティングしていきたいなって、うん、ではまずはこちら1番のお酒になっております。こう番号でね、はい、覚えておいてくださいね。どれがお気に入りだったかね、はい、これまず一つ目のお酒です。はい、いただきました。いただきました。どう、りんちゃん。美味しい。あ、やっぱり将来有望だ。そうだよね。美味しいよね。美味しかったです。なんか女の子向けな感じがします。 ね、うんうん、なんか前にいただいたさ、そうそう、ね、女の子向けみたいな仲間な気がします。はい、では第2のお酒が来ました。はい、じゃあ行きますか。はい、第2のお酒いただきます。なるほど。はあ、またガラッと変わりましたね。全然違うね。うん、美味しいな。ちゃんと日本酒らしい。しっかり、これがザ日本酒感。うん、これがスタンダード。うん、割と、さっきのはね、だいぶ低アルコールだったし、うん、甘めだったけど、これが日本酒感はあるかも。うん、じゃあ、3のお酒お願いします。はい。じゃあこちらをいただいていきましょう。はい、いただきます。いただきます。
辛口ですね。私これ好きです。だと思った。これ私おすすめのやつかな。かな。トロピーはね辛口が好きなんだよね。うん、これ好きです。これが辛口です。あでもなんか、うん、甘いお酒を飲むことが多かったんで、うんうんうん、すごい新鮮。やっぱそうだよね。はい、うん。だし巻き卵食べたい。うわでは4つ目のお酒が来ました、うん、いただきます。あはいはいはい、困った美味しい。これも辛めだね。そうですね、うん、ちゃんと居酒屋メニューとめっちゃ合いそう。これはどう？え、なんか一番スッて飲む。あそうだよね、はい、うん、スッとしてる、うん、もうラスト2本ですか？ラスト2か。ラスト2本が世に出てないやつ、うんうん、でなんか私たちにおすすめのものを1本ずつ、うん、まずは遠野さんへおすすめの1本。楽しい。お願いします。楽しい。ではトノピーにおすすめの第5のお酒来ました。いただきます。いただきます。これはすごいわ。素晴らしい。米がゴーンって、うん、ドゥーンってくるね、うん、やっぱお気に召されましたか？おいしい。おいしいね。おいしい。ちょうどいい。なんですか、残り加減、うん、後味の残り方、うん、すごい、うん、はい、では最後のお酒来ました。これがまだ世には出てなくて、うん、私のおすすめ、私へのおすすめ、うんうん、という、さんそう、じきじき純米大吟醸だそうです、うん、あはい、というわけで全部飲みましたが、いやー美味しいな。すぐなくなっちゃった。味わってる間にもうなくなっちゃった。これ美味しいわ。美味しいです。やっぱり、うん、りんちゃん的にはさ、はい、こうやっぱ印象に残ってるの何番だった？私は一つ目に飲んだやつが一番、うん、やっぱそうだよね、はい、そうだよね。カレンちゃん優秀すぎますよ、ね、カレンちゃん美味しいよな。おかわりいただきましたけど、おかわり私は2と、うん、2と6で3、4、5で多いよ多いよ。いやだってちゃんとここは大事じゃないですか。妥協できないんですよ絶対に。でもね、うん、私はねここ決まってます。決まっちゃった。やっぱり飲み比べたらもうこれだこれだってなってる。トモピーはどう2択まで来てます。うわでここは、うん、でもやっぱ私の好みもあるけど、うんうん、ちょっとりんちゃんの意見を聞きたい。なるほどね、はい、え、何番と何番で迷ってんの？4と5。4と5か。5番の方がスッキリだったかな。うん、5番は引きが早い。早かったね。パーンって感じ。なんかどっちも
ね、なんだろう、うん、初めて飲みますっていう傾きじゃないのではないかもしれない、うん、3、4、5はそうかもしれない、でもどんどんがそっちが好きだから、好きなんだもんね、トモキ辛口好きだから、そうなんですよ、どっちがいいか、すっきりか、はい、濃い濃いか、うん、私はさっき飲んでみて、うん、結構5番が好きだったんですよ、うん、辛口、はい、いける口、いけました、いけちゃうんだ、いけました、楽しみだな、分かった、決まった、決まった、はい、というわけでトノピーは何番のお酒にしますか、うん、私は5番のお酒に決定します、美味しかった、選ばれたのは5番です、おすすめじゃない、みんちゃんの、うん、え5番って酒造さん、酒造さんのもう酒造さん分かってる、分かってるな、でも美味しかった。美味しかった。これぞ辛口好きが満足できる、うんうんうん、甘口、うん。ではミコロさんの選ばれたお酒は何番のお酒でしょう。お酒は6番のお酒です。おすすめだった。おすすめだ。おすすめにしちゃった。さあというわけで、うん、コラボのお酒が決まったところでですね、うん、なんと今回ラベルも、うん。自分たちで作らせていただけるということで今からちょっとラベルのデザインをしていこうかなと思います、うん、どうする、デザイナーになりました、どうしましょう、私たち責任重大だよ、そうですよ、ラベルデザイナーですから、ラベルめちゃめちゃ大事だよ、そうなんですよ、パッケージ大事なんですよ、大事だってさ、可愛いやつ私残してるもん、日本酒、あーそうなりますよね、可愛いお気に入りのやつとか、はい、というわけでラベルのデザインが完成しました。じゃあそれぞれ、まあ、ラフですからね。そうです。ラフなんですけど、ちょっと発表していこうかなと。はい。じゃあトノピーから。私のこちら。これご存知ないですか？かなり有名なウニコさんって言うんですけど。ウニです。ウニなんですね。そう、なんかトンノンのなんかグッズをはいはいはい、はい、ヒニキのあのオンラインショップとかで出させてもらった時に大活躍したウニコさんです。はいはいはい、なんか見た覚えがあります。そう、この子ちょっとその辛口のパンっていう弾けるイメージ、ちょっとトゲトゲ感と合うかなと思いまして、でせっかくのその大門さんとね、大門酒造さんのそのロゴと一緒にいい感じにコラボレーションできるのでは、ちょっと勢い良すぎてでかく描きすぎちゃったんでちょっといろいろ間に合ってないんですけど挑戦してもらってね、気持ちはこんな感じでウニコラベルでいきたいなと。そして、うん、私じゃじゃーん、おこちら私もね、やっぱこの王冠がさ、うん、素敵ですよね。そう、今回ね、やっぱ大門酒造さんだからね、うん、大門酒造さんの、うん、もう門門ですね、お印です、ね、そう、このね、これをちょっとうちで飼ってるスピカ、うん、スピカにちょっとかぶせまして、スピちゃん、ちょっとこんな感じがいいなっていう、響きスタイル、今日はこんな楽しい企画終わりたくないんですが、そろそろ終わりになってしまいました。り、うん、りんちゃんどうでした、はい、初日本酒、いや、初めて日本酒飲んだんですけど、うん、なんか今までこう甘いジュースっぽいお酒しか飲んだことなかったんですけど、うんうん、意外と日本酒が好きかもしれないという発見をしました。わかります、わかります、最初はね、はい、最初はね、果実酒とかね、カクテルとか飲んでるんだけど、うん、結局、行き着く先は日本酒なんですよ早めに出会えたことに後できっとね、いや、よかったって思うよ二十歳で出会ってんだから、ね、ここからスタートしたら大変ですよね、大変ということで、コラボ日本酒の進捗は、うん、響きスタイルプラス公式ページおよびツイッターの響きスタッフアカウントでお知らせしていきますので、はい、ぜひチェックしてください、チェックしてください、本当に楽しみ、そして
そして黄金酒造さんのご紹介は概要欄をチェックしてみてください、うん、よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけでこのチャンネルの動画は響きの誰かが不定期で更新していきますので、ぜひぜひ気に入った方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは今日の担当は佐々木美恋と遠野ひかると立石凛でした。バイバイ。ワクワク楽しみ。